ヤシオシ消防本部は埼玉県ヤシオシに置かれていた消防部局。管轄区域はヤシオシ全域。消防広域化のため2016年4月1日に草加ヤシオ消防組合が設置した消防本部に業務を移管し廃止された。2015年4月1日現在発生地の市町村長の要請による応援のほか 隣接都市の境界周辺部で火災が発生した場合、要請を待たずに出動する普通応援を含む協定を次の都市の消防機関と締結。旧大瀬市庁所 ABCDEFGHIJKLMN 消防統計平成26年度版。八尾市消防本部。2016年4月6日閲覧。10月7日から新消防指令センターの運用を開始。 広報総課。https コロンスラッシュスラッシュ www.st.soke.saitama.jp スラッシュ shimin スラッシュ広報スラッシュ h 2 7スラッシュ15082099スラッシュ1508201。150 150 pdf2016 年4月6日閲覧。総課市、八潮市広域消防運営計画。 草加市及び、八潮市消防広域化協議会。P27、2016年4月6日閲覧。消防団。草加八を消防組合。2016年4月6日閲覧。酔った少女に性的暴行、容疑で、消防士ら逮捕夜の大宮カラオケ点別個室の、少女を連れ込み集団で犯行。埼玉新聞2020年7月28日7時47分。 配信、2020年8月7日閲覧、ありがとうございます。